源氏物語聞き書きとは、ボタン下小白による一条、金吉や葬儀の公尺を記録した聞き書きと呼ばれる形態の源氏物語の注釈書である。源氏物語聞き書きと呼ばれる注釈書は本書を含め数多く存在するが、本書は最も代表的な源氏物語聞き書きであり、単に源氏物語聞き書きとだけ言うときには、本書のことを指すことも多い。 小白による、源氏物語聞き書きであることから、小白聞き書きと呼ばれることもある。一条、金吉や葬儀の源氏物語についての公釈の内容を小白が書き残したものである。小白の弟子にあたる三条西サネタカによる、源氏物語の注釈書である、廊下章に非常に近い形式と内容を持っており、三条西サネタカは何度か本書を借り受けて、 廊下賞の作成に役立てていたと考えられる。昭博の詩である葬儀が、源氏物語についてはいくつかの著作はあるものの、種玉返事賞、甘予断賞、紫神宮賞、源氏物語不審消失といった、いずれも特定の問題についてのみ論じた限定的なものしか残されていないため、この源氏物語聞き書きは、室町時代後半に主流となる三条西家の源氏学、 あるいは、地下のレンガ紙による源氏学にとって、素本的位置づけを持つ注釈書である。昭博は、数回にわたって一条、金吉や葬儀による源氏物語についての公釈を受けており、以下のように本書は一度成立した後も数字にわたって、過失訂正が行われたと見られる記述が奥書きなどで確認できる。基本的には、巻城を追って注釈を加えられているが、 はじめに、両見として、作者、大意、時代、諸本不動、大号、現時性、準拠、古来、商備が記されており、これらはそのまま、老化賞及び、最流賞など、それに続く三条西家の注釈書に受け継がれている。三谷重松久造、山脇武氏によって紹介された原告学院、大学造本が最も良質の伝本であると、されているが、 この国学院大学造本は切壺から松風までしかない残血本である。その他に老化と題された大東急記念文庫造本があるが、別人による大幅な過筆があると考えられている。ありがとうございます。